ハロー、サラマシアン、こんにちは。仮に、ブラジルバサジパン、バチャーバサジパンや。はい。馬、鍋しゃぶ、鍋しゃぶ、ひらがなや、鍋しゃぶ。つけだれいらず。くぐらすだけで、うまみが絡む。はい。ちょっと見づらいですかね。くぐらすだけでうまみが絡む。味わい豚しゃぶつゆ。味わい豚しゃぶつゆ。ラー油香る。鶏ガラ醤油つゆ。エバラ。ラー油香る。2人分2袋入り。濃縮タイプ。内袋1袋。水 350ml ですね。写真はイメージです。ヤンクチルや。写真はイメージです。はい。鍋しゃぶですね。切り口。鶏ガラ醤油つゆ。2人分2袋入り。鶏ガラだしと本醸造醤油をベースに香味野菜のうまみを合わせ、米酢とラー油の風味をまとわせ、味を引き締めた食欲そそる濃く味わいに仕上げました。おいしい作り方。材料例。2人分。内袋本品1袋。水 350ml。 豚肉しゃぶしゃぶ用 200g。 千切りキャベツ150g、約8分の1個。長ネギ1本、約 60g。 ニラ2分の1束、約 50g。 餃子の皮10枚、約 50g ですね。1、内袋1袋と水 350ml を鍋に入れます。2、豚肉以外の具材を約半量入れて軽く一煮立ちさせます。3、豚肉をしゃぶしゃぶして火が通ったら出来上がりです。野菜が少なくなってきたら適宜残りの具材を加えてください。お好みにより水で味の濃さを調整してください。はい。千切りキャベツはカット野菜がお手軽。おすすめ締めラーメンですね。しゃぶしゃぶした豚肉や餃子の皮で野菜を巻いて食べるのもおすすめです。はい。煮立てたつゆを手持ちの器に取り分け、具材をつゆにつけながら食べるとさらに美味しく楽しめます。はい。Jangan lupa subscribe dan like dan share channel ini ya.